みなさんどうも、けんかでーす。今日も始まるよー。今日はですね、新しいことに挑戦してみようということでーす。世の中にはまだ私の知らないものがたくさんあるということで、今日も今までに体験したことのないものに挑戦しますよー。それがこちらでーす。じゃ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 ーん。ドローンですよ。入ってますか、カメラさん。でね、ホーリーストーン。もう一回言います。ホーリーストーンという会社さんのドローンでーす。小さなね、サイズでね、許可がいらなくて、初心者にもとんでも向いているというドローンだそうで、私ね、いい映像を撮りたいな、ドローンもいつかやってみたいなって思っていたんだけど、まだ一度も挑戦してみたことがないです。これが初心者でも操作しやすいと聞いたので、早速これに挑戦してみたいと思います。ドローンどんな感じでしょうか。行ってみましょう。このね、あのドローンはね、Amazon でね、人気ナンバーワンのドローンです。初めてやってみるにはちょうどいいし、このね、ホーリーストーンさんはね、この一つだけじゃないんです。ドローンの種類をたくさん出していて、いろんなものがあるんだそうです。そしてね、ここにね、ミニドローンっていう風に書いてあります。小さな小さなドローンのようです。トイドローンって言って、おもちゃのようなドローンという、なんていうの？カテゴリー？そういうのもあるんだそうで、そこにも属しています。さあ、どんな大きさなのか、まずは開けてみましょう！じゃん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 ！箱から出したら、また箱が入ってました。とっても素敵ですね。実はね、充電しないとドローンを飛ばせないので、一回開けてみました。あのね、バッテリーはね、今ね、二つ充電中。一つ充電できたものを持ってきたんだよ。じゃあ、ここ、見てください。じゃ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 ん。よいしょっと、あれです。大変大変。パパッと、こうなっています。あとね、あ、いいんだな。コントローラーと、バッテリーと、本体、入ってます。これ、すごくいいね。ほら、あ、こっちにね、なんとカメラもついてる。ほらー、か、どうですか？あの、ちゃんとぼやけど映ってますか？いいですか？手のひらサイズよ。かわいいね。これが空をわーっと飛ぶんですよね。私でもちゃんと上手にできるでしょうか？やってみましょう！カメラさんがね、こういうこうカメラついてるんだからちゃんと映像撮れるんでしょうねとかね、難しいこと言ってきたんですよ。でも私はまずこれをちゃんと飛ばすことができるかどうかが問題なのよ。こういうさ、コントローラーがついててこう操作するのは私とっても苦手なのね。だから思ったようにこうできるかどうかが問題です。まずはバッテリーをつけましょう。この機械にこうひっくり返すとこうなってて、ここにバッテリーを取り付けることができます。それがこれです。このバッテリーを噛み合わせにね、ちゃんと合わせて装着します。ここに入れて、で、こうカチャッと装着すると、これで OK。よーし。じゃあやってみましょう。ここに電源ボタンがあります。これでーす。ここは長押しします。長押しすると、これしょ？ピカピカになってますか？あ、点滅になってます。そして、これをコントローラーと紐付けします。カチャッとして、電源ボタンを押します。押して、そして、カチャカチャッと。これで、点滅が、点灯に変わりました。だから、これで飛ばせるはずなのよ。説明書によると。え、これ大丈夫だろうな。不安があるな。行ってみましょう。このボタンを押すと、自動で、ちょっとか、ワンタッチに離陸。飛び上がるっていうことだそうです。じゃあ行ってみましょう。押すよー。うん。練習が必要です。機体の無事を確認します。ちょっとお待ちください。あまりにも激しく動いたんで、私の動揺が止まらないというか、手も震えてるっていう感じです。このね、プロペラの周りに、こう、ガードがついているおかげで、損傷してない。すごいね、今上がったり下がったりぶつかったりしたんだけど。
から衝撃吸収してくれるみたいですね。これは本当に初心者向けというのを正しいと思う。操作が難しくてもぶつかってもある程度大丈夫っていうことね。じゃあちょっと自信がない私ですから何回か練習してみます。まず離陸は分かったの。離陸はいいです。何も押さないと自然に安全まで上に行くのよ。上に行くのよ。今なんかちょっと分かったような気がしたんだけど、上昇と下降がどっちだったかをなんか慌てると忘れちゃうので、このねスティックが2つあって、前進、後進、あ、前進後進、上昇下降らしいんだけど、ちょっと左右が逆かもしれない。何回かやらないと身につかないので、もう少しやってみます。あ、なんかわかんない。なんだなんだなんだ。上がりたいのにどこ行ったどこ行った。あ、私も降りた。飛んでる間にここをもう一回同じボタンを押すと、手の上に出すと手の上に着陸するって書いてあったの。だからぐん伸びてドローンの方に私が近づいていって受け止めましたよ。なんかちょっと分かったような感じがします。まだちょっとだけね、もう少し練習してみよう。さっきより上手になったんじゃない。これで、あ、左のスティックを上にやると上昇だ、で下にやると加工で、横に、あ、こっちじゃない、こっちじゃない、こっちに来い、こっちに来い、そう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 、上手ですね。あ、こっちに来ないで、反対反対反対、よし、下がってきて、そう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 、上手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 、よし。カメラさんの方に行きたい、私の方に行ったり、ここで着陸してみよう、着陸。お、今最高に上手に操作できましたよ。私の相棒となったようです。かわいいな。カメラさんはね、まだですよって言ってた。もうちょっと練習が必要だって。でもさっきはさ、あっちにぶつかりこっちにぶつかりコロコロってなったじゃない。ちゃんとね、いいって書いて戻ってきましたよ。いい子ですね。とってもいいです。楽しいな。はい、今ねカメラさんもちょっとね操作してみるって言ったらね、すごい上手だったんですよ。コントローラー初めてに来たのに、おおおお、くる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 、ヒュン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 ってこの辺でやってね、なんかもう私のできなさ加減にがっかりきたところです。でも本当の初心者でコントローラーを触ることが苦手な人でも、何回かやってるうちに、あ、なんとなくこうだって、説明書にはちゃんと方向書いてあるんだけど、それがなかなかこう体感としてわからなくても、やるうちに身についてくるというふうに思いますよ。とってもいいですね。この音がね、ずっと鳴るとね、そう、コントローラーから鳴ると、もうバッテリーが残り少ないです。本気のバッテリー交換してねっていうことだそうです。これで私があんまり練習しすぎたので、バッテリー位置終わっちゃった。交換します。いやー、できました、できました。初めてのドローン。とっても面白かったですね。このさ、小さな機体、とっても軽くて、こんな
なプロペラでさ、飛び上がるなんて、私びっくりしましたよ。まずね、操作は最初だから、あんまり上手にできなかったけど、何回も練習して上手にできるようになったら嬉しいなーっていうふうに思います。やればやるほどね、あのね、少しずつ掴めるものがあるんですよ。本格的なね、ドローンもね、いつか挑戦したいなって思っているんですよ。でも、このドローンが上手に使えるようにならないとダメね。あの、高級仕様のものをね、ぶつけて壊したら大変だから、まずはこれを自在に飛ばしたり、下ろしたり、回転させたり、撮影したり、できるようになるまで、一生懸命練習してみたいと思います。とにかく初めてのトイドローン、ミニドローン、すごく面白かったです。こんな風にするといいよっていうアドバイスありましたら、ぜひコメント欄に書いて教えてください。まだまだ初心者だから頑張ってやってみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、温かいコメント、優しいアドバイス、お待ちしています。また